皆さんこんにちは。皮膚科医の小林智子です。今回はルーティン動画とは少し異なるんですけれども、うっかり日焼けしたなと感じた時に私自身が実際に行っているスキンケアについてご紹介したいなと思います。今ですね、夏休み期間ということで家族でハワイに来てるんですけれども、ハワイでは初めてパラセーリングをしたり、あとは海に行ったりと、やはり普段以上に紫外線を浴びる機会が多々あります。特にパラセーリングの時などはサングラスや帽子といったようなアイテムは外さなくてはいけないので、外した状態で小一時間を過ごして、やはりですね、うっかり日焼けしてしまったなぁと感じる日も何日かありました。でもちろんですね、うっかり日焼けしないためには朝しっかりと日焼け止めを塗っていただいて、さらに日焼け止めを塗り直すことが重要なんですけれども、それでもやはり日焼けしてしまうというようなこともあるかと思います。で、日焼けしたなと感じた時にですね、しっかりと適切なケアをしていかないと、いわゆるシミが悪化してしまいます。今回はですね、うっかり日焼けしてしまった後ですね、どのようなことに気をつけたらいいかというようなことを中心に解説したいなと思います。で、うっかり日焼けしてしまったなと感じるときは、肌がほてったり赤くなったり、あとはヒリヒリするというような症状を認めることが多いかと思います。この状態を医学的に3バーンというふうに言うんですけれども、この3バーンはいわゆる火傷と同じ状態です。なので、やけどの応急処置と同じで、まずすべきことは、冷却です。で、もしですね、日焼けした範囲が広範囲なのであれば、シャワーなどでしっかりと流水で冷やしていただくことをお勧めします。そうではなくって、顔だけ日焼けしてしまったなというふうに感じるときは、洗顔もいいんですけれども、保冷剤をうまく活用されることをお勧めします。私もですね、今回日本からこういった保冷剤を持参したんですけれども、保冷剤は直接肌に当てっぱなしにしてしまうと、かえって冷やしすぎてしまう可能性もありますので、できればこういったキッチンペーパーでくるんでいただいて、それを当てていただくことをお勧めします。で、どれぐらいの期間こういったもので冷やしたらいいのかというふうに質問をよくいただくんですけれども、やはりですね、それに関してはその人の肌の状態にもよりますので、一概には言えないんですけれども、ほてり感が改善するまで冷却していただくことをお勧めします。で、よくですね、うっかり日焼けしてしまったなというような時に、すぐに高級なパックだったり美容液を使う方がいらっしゃるんですけれども、こういった多機能なアイテムというのは、肌の炎症が起こっている時に使うと、かえって肌の負担になってしまう可能性がありますので、そういったアイテムは日焼けしてしまった直後には使わないようにしてください。まずは冷却して、で、それからすべきことは保湿です。日焼けしてしまった直後というのは、肌に炎症が起こっていて水分がどんどん蒸発されている期間となります。なので、この期間ですね、しっかり保湿をすることが重要です。私はですね、今回こちらパルスキンのスキンローションを持参したんですけれども、こちらのアイテムはセラミドや肌のバリア機能を立て直してくれるナイアシアミドといったような保湿成分が配合されています。で、こちらのアイテムのいいところは、保湿力が高いだけではなく、ミストタイプになっていて、肌に直接このように吹きかけることができます。なので、保湿作用だけではなく冷却作用も期待できますので、うっかり日焼けしてしまった時などには使いやすいアイテムかなと思います。あとはですね、体などに広範囲に保湿したい時は、こちらセラビーのデイリーモイスチャライジングローションが重宝します。こちらもハルスキンと同様、セラミドとナイアシアミドが配合されている保湿ローションとなります。で、もう少ししっかり保湿したいなという時はですね、こちらダロッシュポゼのダブルリペアフェイスモイスチャライザー、こちらはですね、少しとろっとジェルっぽいような保湿クリームとなっています。なので、うっかり日焼けしてしまったなというような直後は、冷却と保湿、この2本立てでシンプルにケアしていただくことをお勧めします。で、この時レチノールやビタミン C というような成分は、場合によっては刺激になってしまう可能性がありますので、できればですね、この3バーンが落ち着いた後に使用していただいた方が、肌のトラブルにはなりにくいかなと思います。
ただ個人的に私がこの3番の期間に積極的に取り入れている成分があって、それはトラネキサム酸です。トラネキサム酸というのは抗炎症成分で、肌の炎症を落ち着かせてくれる、そんな効果があるんですけれども、それだけではなく、シミの原因となるメラニンを作るメラノサイトの活性化を防ぐという作用も持っています。なのでうっかり日焼けしてしまったというような時には非常に重宝する成分です。で、今回の旅行でもトラネキサム酸が配合されたアイテムをいくつか持参したんですけれども、こちらですね、こちらは今私が開発中の化粧品なんですけれども、こちらは高濃度トラネキサム酸が配合されているクリームで、顔を中心にうっかり日焼けしてしまった時に使っています。で、3番が落ち着く期間というのは、まあ大体数日程度なんですけれども、ホテリ感などが落ち着いてきた後はいわゆる美白ケアをしていきます。で、美白ケアに関しては以前の動画でも詳しく解説しているものがあるんですけれども、まずおすすめしたい成分がビタミン C です。で、ビタミン C と一言で言ってもいろいろな種類があるんですけれども、私が普段使っているのはこちら、スキンシューティカルズのアスコルビン酸が 15% 配合されているビタミン C 美容液で、こちらですね、まあ、やはり日焼けした直後に使うと刺激になります。なので私はですね、まあ、こういったアスコルビン酸に関してはホテリ感が収まった後に使うようにしています。で、もう一つ私がよく使っているのがこちら、リビジョンのコレクティングコンプレックス 30% というアスコルビン酸テトラヘキシルデシルが 30% 配合されているビタミン C 誘導体が配合されたアイテムなんですけれども、こちらはですね、このように手に取ってみるとトロッとクリームタイプになっていて、比較的日焼けした直後でも使いやすいです。なのでホテリ感が収まってきたら、まずはですねこちらを中心に塗っています。で、ビタミン C は外用だけではなく内服でも取り入れるようにしています。で、私はですね、もともと肝斑があるので、肝斑に対してこちらトラネキサム酸を普段から内服してるんですけれども、トラネキサム酸単体で飲むよりもこういったビタミン C やビタミン E をですね併用した方がよりその効果は高まると言われていますので、トラネキサム酸に加えてビタミン C、E も内服しています。ただですね、ビタミン C に関しては1日1回飲むよりもこまめに内服した方がその効果は高まりますので、それに加えてこういったですね、こちらはアイハーブで購入しているものなんですけれども、ビタミン C のサプリをおやつ代わりにも取り入れています。あとはですね、旅先によく持って行っているのがこちらアゼライン酸です。こちらは DRX の AZA クリアです。こちらはアゼライン酸が 20% 配合しているクリームなんですけれども、アゼライン酸には様々な肌への作用があって、例えばニキビの改善効果や皮脂の分泌を抑制する効果などがあります。なので、まあ旅先でですねうっかりニキビができてしまったというような時にこちら非常に重宝するんですけれども、それだけではなく、アゼライン酸にはメラニンの生成を抑制するといういわゆる美白作用がありますので、うっかり日焼けしてしまったなというような時の後の美白ケアとしても非常に重宝します。で、美白ケアに関しては1種類の成分よりも何種類か組み合わせていただいた方がその効果は高まりますので、ぜひですねいくつかの成分を併用されることをお勧めします。それに加えて、もう完全にホテリ感などがなくなったなというような時にはピーリング成分だったり、あとはレチノールというような成分もうまく取り入れていただくとより美白効果は高まりますのでおすすめです。ということでですね、以上が私がうっかり日焼けしてしまった時に実際に行っているスキンケアでした。夏休み、うっかり日焼けしてしまったなぁと感じる方はきっと多いんじゃないかなと思います。ぜひですね、今回の動画を参考に後悔しないケアを行っていただけたらと思います。ということで今回の動画は以上です。それでは。